一般的に使用される実務電卓の例。電卓は計算機の一種で、電子卓上計算機卓上計算機の略である。JIS の用語では、1979年の JISB0117 で電卓の故障が標準化した。名前の通り、電子回路によって計算を行い、卓上で使用できるサイズで便利である。世界初の電卓は1963年に、 名前の通り机の上で使うのに適した大きさの小型計算機である。カード型のものが現れたり、また、電卓という名前のソフトウェアがパソコンや携帯電話に搭載されるなどしたりして、現在では必ずしも卓上ではなくなっている。消費税の導入後には、消費税の計算を簡単にワンタッチでできる機能なども付加されるようになった。 キャノン HS-1000H 指則演算や100分率の計算ができる電卓。一般に使われている電卓の多くはこれである。8桁以上の計算ができる機種が多い。ルートキーのある機種とない機種に分かれる。また税抜きキーや税込みキーがあるものもある。例えば日本の電卓の場合、数字を入力して税抜きキーを押すと1.1で割った値が表示される。 同じように税込みキーを押すと1.1をかけた値が表示される。将来の消費税率の変更に備え、税率設定が変更できるようになっているものが多い。時間計算や商売計算、通貨や単位の換算などができるものもある。大きさは手帳程度が一般的だが、中にはキーリング付きで数センチのものもある。普通電卓の派生として、 以下の電卓がある。テンキー電卓、編集外見は通常の電卓とほとんど変わらないが、USB ケーブルで PC につなげることで、テンキーとしても使用できる。また、電卓モードとテンキーモードを切り替えながら使うことで、計算結果を PC へ送信もできる。この分野では多様な商品が発売されている。ポケットに入るような小型なもの、通常のテンキーのサイズのもの、 卓上型電卓くらい大きいもの。さらには、付加機能として、ワイヤレスで接続できるタイプや、トラックボール機能を搭載し、電卓、点キー、マウスの一台三役の機能を持つものなどがある。キーのない機種が多い。学習用電卓、編集小学校の算数の授業で用いることを目的に、他の電卓では、関数電卓などにしか見られない、有利数の機能などを持っており、 あまりのある序算や分数の加減乗除、約分や仮分数と対分数の相互変換などを行える。演習率キーを備える機種では、同キーには普通、小学校の算数で用いられる3.14がプリセットされている。計算ドリル内蔵電卓、編集一般の電卓は、計算式を入力すれば、自動で答えが計算されるが、 計算ドリル内蔵電卓では計算ドリルモードにすると自動で計算式が表示され暗算によって計算し答えを電卓に入力しなければならない。携帯ゲームの一種とも言える。いわゆる100マス計算に対応している機種、脳年齢が測定できる機種なども存在する。加算機方式を採用した事務用電卓の例カシを FN-20。この機種は表示部分に 傾向表示感を採用している。現代では実務電卓という名称の方が一般的である。大量の事務計算を素早く正確に行うことを目的とした電卓であった。普通電卓が事務電卓の機能を取り込んできたため、現在では普通電卓との区別は明確ではなくなっている。表示桁数は10桁から12桁程度のものが多い。 数字入力の効率化のため l l l キーがあったり、キーが大型であったり、その他のキーや表示も大きくなっている。伝票計算などで確認がしやすいように、一度目の計算の際に入力値を保存しておき、二度目の計算の時に放置している値と入力中の値に食い違いがないかを比較してくれる機種もある。普通電卓と同じ9時間計算や、 商売計算に対応したもの、入力した値や計算結果を紙に印字する、プリンターを内蔵したものもある。事務用電卓の一部に見られる、加算機方式について説明する。加算機方式では、イコール、キーの代わりにイコール、イコールキーがあり、加算の場合はイコールキーを過数の後に入力し、減算の場合は低イコールキーを、減数の後に入力する。 3から2プラス6を計算するとき、通常の電卓では3から2、6イコールと入力するが、加算機方式の電卓では3イコール2イコール6イコールと入力する。乗算、除算の場合は、通常の電卓と同じく、キーを乗数、または除数の前に入力し、イコール、キーの代わりにイコールキーを入力する。7、8、2を加算機方式の電卓で計算する場合は、 7、8にイコールと入力する。これは、機械式、キャッシュレジスターなどとして、電子化以前の時代に普及した、アディングマシンの操作法や動作を模したものであり、電卓としても、こちらの方が内部的に単純であることから以前にはよく見られた。詳細は、関数電卓を、参照関数電卓の例カシオ FX-85、WA 関数電卓は三角関数。 対数など、主に科学、工学系の技術分野で必要な計算機能のある電卓。関数電卓の登場によって、計算弱が駆逐され、また大抵の計算では数表を送る必要もなくなった。数学関数以外にも、統計、2、8、16進の換算、60進計算、有理数計算などの機能を持つものが多い。通常の電卓と違い、 数値が指数部を持っており、括弧の処理ができ、加減算より上昇算を優先する。表示下体上の精度で計算し、結果が丸められて表示されるため、機種によっては133のように計算途中で誤差が、発生する計算が表示上正しく表示される。簡易プログラム機能を有するものや、紙に書くような数式で表示されるものや、グラフ表示が可能なものもある。 今日では主に教育現場で用いられているが、土木、測量向けに防水、防塵、対衝撃構造としたものもある。近年では、前述の学習用電卓のように、余りのある序算や、分数の加減乗除、薬分や、仮分数と対分数の相互変換などを行える機種もある。金融電卓の代表例 HP12C1973 年に登場した。 HP-80 が最初の金融電卓と思われる。1972年に発売された世界最初のポケットに入る関数電卓 HP-35 の派生製品と思われる。現在、欧米では TVM に基づいた高度な金融電卓が主流である。HP12C シリーズと BA2 プラスシリーズがその代表的存在である。 一方、日本では質問に答えるだけで計算できる金融電卓が主流である。詳細はプログラム電卓を参照プログラミング可能な電卓のことである。関数電卓を発展させたものとよく誤解されるが、世界最初の関数電卓 HP9100A はプログラミング可能であった。つまり、プログラミング可能な関数電卓の方が普通の 関数電卓よりも先に誕生している。それ以前、1963年のオリベッティプログラマ101は、事務用電卓であり、指則演算、平方根、絶対値、小数部の取り出し程度のことしかできなかった。しかし、プログラミングが可能であった。金融電卓にもプログラミング可能なものもある。プログラム関数電卓からさらにコンピュータよりに、進化したものが、 ポケットコンピュータである。詳細は、グラフ電卓を参照グラフ電卓の 0Ti-84、プラス。この機種は、数式処理システムを搭載していない。関数電卓やプログラム電卓に、数式処理やグラフ処理能力を加えたのが、グラフ電卓である。関数電卓を電卓として、さらに進化させたものと言える。関数電卓、プログラム電卓の基本機能に加え、 数式処理やグラフ描写などを行える。数式処理システムにより因数分解や微積分などの数式を直接計算でき、プログラム機能では数式処理に用いる組み込み関数を用いて高度なプログラムを簡単に組み込める。入力も GUI から入力できるので初心者でも比較的簡単に扱え、CUI 風の入力でも計算できるのでコマンドを。 暗記した上級者はさらに簡単に扱える。しかも任意の精度で計算できる。このため科学技術分野などの高度な数学的計算を行うことに優れている。多くの機種は PC に接続してプログラムやデータの通信が可能で計測機からのデータ入力、カラー表示、外部メモリ、表示画面のビデオ出力や OHP 等へ。 プリンタ出力などにも対応している機種もある。さらには近年、オペレーティングシステムを持つ電卓も販売されている。日本では、シャープ、カシオが製品を販売していたが、シャープは撤退、カシオは海外向け製品を国内販売している、程度である。主にアメリカのテキサスインスツルメンツなどが開発している。数式処理システムも参照のこと。カシオでは、薬剤師、看護師、 栄養士と専門職ごとに異なった機能を有する機種を開発、販売している。電卓は長方形の形状をしていることが多く、縦長が基本だが、事務用の一部や折りたたみタイプカードタイプのものには横長のものも存在する。表示部に傾きがついていることが多く、傾き角度を変えることができるものもある。電卓は、 サイズの違いによりそれぞれ名称がついているが、メーカーによって名称が異なる。極端に小さいものでは、縦 50mm 程度で小半径のキーホルダーとなっている製品などもある。ごく初期には、従来の加算機などに合わせ、数字の桁ごとに10個の数字キーを並べたものもあったが、電卓以前のリレー式であるカシオ 14A がすでに、 点キー意識であることからわかるように技術的にはそのようにする理由はほとんどなくもっぱらほぼ全て点キー意識である。キー配列はセミデスクトップタイプ以上では横に6列、ジャストタイプ以下では横に5列としたものが多く、縦はどの大きさでも6段か5段としたものが多い。また基本的には同じメーカーのものであれば操作性が大きく変わることは少ない。これは 機種により大きく変わると、ユーザーが再度操作を覚え直さなければならないためで、ある。点キー、編集一般的に、点キーの配列には、いわゆる、プッシュ本配列と、計算機配列があるが、電卓はもっぱら、計算機配列である。演算式キー、編集指則演算の演算式キーのほか、パーセントなどの演算キーがあるものもある。 加算機方式の場合はイコールとが独立しておらず、イコールと引くイコールキーがある。その他の機能キー、編集キーの配置、編集一般的にキーは右利き用に配置されているが、左利き用に配置された機種や、プラスやイコールキーが点キーの下段に配置された左右共用の機種も存在している。定数計算等。 研修歴史的には操作性には細かい変更が重ねられてきたが、現在は基本的な操作はほぼ全機種が同じである。定数計算や100分率計算については、カシオとそれ以外で少々異なる。カシオ機では演算式連打で定数モードに入り、K シンボルが表示されるのに対し、他社の場合は通常の演算操作で自動定数モードになっている。 以下の表では歌詞を歌詞を以外他に参考として HP の逆ポーランド記法順での例を示す。歌詞置きでは定数とする方の値の入力後にのどれかの演算式を連続して押すと定数計算モードになり K シンボルが表示される。その後変化させる方の値を入力してはイコールを押すという操作を繰り返すことができる。このモードでは 通常と演算対象の入力順序が逆になるので、減算や除算では注意する必要がある。他の多くの機種では、通常の計算結果を求める。この時、下、減、除算では演算子の右側が固定となり、演算子の左側を変える操作になるが、乗算だけは演算子の左側を固定し、演算子の右側が変化する。RPN 電卓では、 定数計算モードは存在しないが、T スタックを定数の保持に利用することにより、過数、減数、乗数、除数を再設定することなく、そのまま加算、減算、乗算、除算が可能である。なお、定数による減算、除算を行う場合は、XY で、X レジスタと Y レジスタを入れ替えればよい。古くは、ニキシー管から、蛍光表示管や LED となり、 現在では液晶ディスプレイ表示のものがほとんどとなっている。セブンセグメント方式のものが多いが、ドットマトリックス表示の製品もある。初期の電卓は商用電源であったが、数字表示が2キシー管から蛍光表示管や LED となり、回路の集積回路化が進むことによって消費電力が減り、乾電池での動作が可能となった。その後、CMOS 型集積回路と、 液晶ディスプレイ表示の採用により劇的に消費電力を抑えることに成功し、本体の小型化に合わせて使用する乾電池も炭酸型から単4型、ボタン型電池へと小型化された。さらには太陽電池の採用により電池交換不要のものがほとんど占めている。一部の太陽電池方式電卓にはボタン電池を内蔵したものがあり、低照度時の利用、 次回使用時までのデータ保持を可能にしている。プリンター内蔵タイプでは、乾電池や AC 電源が必要となる。ここでは、普通電卓、または事務用電卓という前提で記す。このような電卓で、エラー表示となる状況は、大きく次の三通りに分けられる。なお、計算結果の絶対値が厳密な例ではないが、表現可能な最小値より小さい値になった場合は、 例として扱われ、エラー表示はされない。電卓の歴史の中で重要な点に、以下がある。1960年代に登場した電卓は、重量が20から3 0ラムもある大型のものも、あったが、その後、演算を行う素子を、当初の真空管からトランジスタを経て、集積回路へと、世代交代させ、また表示装置も、 蛍光管やニキシー管から液晶パネルに置き換えることで急速にコンパクト化していった。1970年代前半には重量 1kg 程度で電池駆動も可能な電卓が現れ、1980年代になると太陽電池で駆動可能なカードサイズ代の超小型、超薄型の電卓も現れる。この時期はちょうど半導体産業が発展していく時期とも重なっている。 また、部品を小型化、高集積化することはコストを下げる効果もある。初期には、軍事用など特殊な用途にしか使えなかったものも、次第に企業の業務用にも使えるものになり、さらには一家に一台、個人に一個という具合に身近に利用することのできる道具となった。この循環は、コンピュータや現在のパソコンにも見られる大きな要素である。当初は個別の電卓製品ごとに、 専用の集積回路を設計、製造していたが、日本計算機販売がプログラマブルな電卓の開発を起とし、その過程で、インテルが初めて製作したマイクロプロセッサである4004が生み出された。その後、同社のプロセッサは、パーソナルコンピュータの CPU として、世界に大きな影響を与えることになった。4004を用いた電卓は CPU、読み書き可能。 メモリ、プログラムを格納するロム、入力部であるキー、出力部である表示装置からなり、その構成はコンピュータそのものである。マイクロプロセッサを用いた電卓は電卓に特化した専用のハードウェアを用いるのではなく、ハードウェアは汎用のものを利用し、プログラムによって計算機の機能を実現している点で、従来の電卓とは異なる。百七十一年に電卓市場に、 価格破壊をもたらした TI のトムス -0105 は同様の構成をチップに集積したものでマイクロコントローラの初期のものである。この意味では電卓はそれまでコンピュータに縁のなかった人々が初めて身近に手にしたコンピュータ製品であるという側面も持っている。貸し折り例式計算機 14A 電卓以前の 計算機械の歴史などについては、計算機の歴史や機械式計算機の記事を参照のこと。ここではそれらであまり触れられていない点について述べる。19世紀に機械式のキャッシュレジスターが発明され、伝統の代金の勘定のような簡単な処理が機械で行われるようになった。後に電動化され、高級モデルは電動となる。 今日の電卓のようなポケットに入る計算機器には、クルタのような特別に小型の機械式計算機の他に、ソロ版や計算尺や EN、アディーターのような器具があった。電卓と同程度のスペックの機械としては、電子式以前にリレー式のものがあった。日本ではカシオ計算機がまず機械電磁式の計算機を開発するが商品化には至らず、 その後1957年に完成させた 14A が最初に商品化されたリレー式の計算機である。これは机程度の大きさであった。リレー式の計算機は、その後タイプライタと連動し伝票を打ち出す作表計算機タック、計算手順を自動実行できる AL-1 など電卓登場以前の一時代を築いた。大い電気はパラメトロンを使った。 計算機を作っており、1963年夏に試作完成させている。1960年代に登場した電卓は、重量が 15kg から 20kg 以上、消費電力も 50W から 100W を超える大型の卓上計算機だった。また、当時の物価からすると電卓はまだ高価なもので、1964年頃の製品は車1台分の値段だった。 電卓は1970年頃までは主に企業向けに販売された。1970年頃から激化した電卓戦争により価格が急激に下落し個人でも手にすることのできる製品となった。この頃は名称もまだ一定していなかった。電卓という語については日本国語大辞典が1970年の要礼を収録しているが その一方で1970年代前半の製品でも電子計算弱、電子ソロ版といった名称のものがあった。価格の下落とともに電卓は企業で使用される業務用計算機から個人が所有する身近なツールへと裾野を広げていった。また、この過程で世界初とされるマイクロプロセッサの一つでインテルの CPU のルーツである4004。 マイクロコントローラの先祖とされる TI のトムス1フェアチャイルド p p s 2 5などが誕生している。シャープミクロコンピット QT-8D2017 年1月撮影、ビザコム 141PF2017 年1月撮影、HP-3152019 年11月撮影か、ショーミニ2018年7月撮影か、格下落が一段落。 してくると、価格競争とは別に使い勝手を良くする、高付加価値化の方向で様々な試みが行われ、実用化されていった。液晶の採用、超小型か、薄型か、太陽電池の採用、高機能化へと発展したなどがある。カシオが販売していたカード型電卓の SL-750。厚さは 2mm。 電子手帳機能を持つカード型電卓のカシオ DC-665、世界最初のポケットコンピュータシャープ PC-1210、世界最初のグラフ電卓カシオ FX-7000G 関数電卓とプログラム電卓はさらに進化して、ポケットコンピュータやグラフ電卓に進化した。ポケットコンピュータは、クワーティ配列キーボードを搭載し、高級言語ベーシックが使えるため、 プログラム電卓よりもプログラミングが容易であった。そのため PC が普及する前はよく使われていた。グラフ電卓はプログラム電卓にグラフを描画する機能が追加されたものである。プログラミング可能であるがクワーキ配列キーボードを搭載しているものは少数派である。アプリケーションのインストールが可能だったり CAS を搭載したものもある。 タッチパネルを搭載したものまである。普通電卓と事務用電卓に関しては完全にコモディティ化する。PC の普及によりポケットコンピューターは衰退していった。工学向けのグラフ電卓も同様に衰退していった。しかしテキサスインストゥルメンツは自社発のグラフ電卓 TI-81 を教育向けに作ることによって活路を見出した。グラフ電卓の目的は 工学から教育に方向転換を余儀なくされたが、その流れについていけなかったシャープはグラフ電卓から撤退した。ヒューレット・パッカードは工学向けと教育向けの二足のわらじを履いた結果、シャープ同様にその流れについていけなくなり、2017年現在は HP プライムしかグラフ電卓を発売していない。現在のグラフ電卓市場は、 テキサスインスツルメンツとカシオの2社がほとんどを占めている。ありがとうございます。